わあ、すごい。ぎっしりですね。綺麗な葉っぱ。はこれはチンゲン菜です。あ、チンゲン菜知ってますよ。これは今もう収今回の穫北海道食間材近ではすか？伊は達い。市のあ、チンゲン1週菜。間ほどで収おお。穫ですね。収穫し、わあ、すごい近くで見ると立派ですそうですね。ね、スーパーすに並んでいるよごりい。ね、パリッとしてるし。パリッとしてます。ここの下の方まで行くと硬いんで。おお、結構パリッと。わあ、すごい綺ちょっと待って。はい。麗。で、あ感と動。もう一回綺麗にここ切り出すわあ、感じですね。すごい綺麗。なんて立派な、ちょっとやってみます。あ、できた。いいですね。パリッっていう感じがこう見た目からも伝わってきますね。この落ちた葉っぱとか、これへこうやってやるとえ。はあ。みずみずしいのが分かりま水すよね。分が。すごーい。こんなにみずみずしいんですか。収穫の新鮮なのはす水分だらけですね。じゃあこのまま食べても美味しそう。あ、いい香り。すごい、本当に食べるんだね。みずみずしい。シャッキシャキ。全然青臭さもあんまりないし、水ですよね、本当、ほとんない。ど。ほぼ水って感じ。すごーい。まあ、ほのかにチンゲン菜のね、味はもちろんしますけど、ほんとみずみずしい。これは取れたばかりだからですか？それともこのそうでチンすゲンね。菜の特いやー、徴？まあチンゲン菜の特徴でもありますけど、まあ新鮮なのは新鮮ですよね。とっても新鮮。シャキシャキを残したシャ料キシ理ャをすキ、るそうと、ですよね。美味しいですね。ここの出身ではないんですはい、か？埼玉県からわっ、す7ごい。年前に来て。はい、二十歳の時に。そうです。どうしてですか？農家やりたくて。あ、そうなんだ。じゃあご両親が農家やられてるわけではなくあ、全て。然、はい。普通のサラリーマンです。一からここを作られたんですそうでか？す。何にもない畑にハウス建てて、そんなことできちゃうんだ。水、井戸掘って、ですね。チンゲン菜を選ばれたのは何か理由があるんですか？何回もね、1年間の中で作れるので、もし虫に食べられちゃったりしても、また次作った時にうまく作れれば。あ、じゃあ年に何回もそうですね。収穫できるんですか？これを全部取り終わったら、また肥料を振ってトラクターで混ぜるんですけど、それを年間6回ぐらい繰りす返しごて。い。ワンシーズンに1回以上。そうです。全部割って7000株ぐらいかな、ですね。これ全部手作業で取るんですそうか？なんです。その前にすご。植えるのも全部手作業だから、それが大変ですね。そうですよね。お一人でされてるわけじゃないですよね、さすがに。最初の頃はね、1、2年目は一人でやってたんですけど、もう地獄で。そうですよこんね。なに朝から晩までチンゲン菜触る人、日本探しても自分ぐらいしかいねえんじゃないかっそうてで思すうぐよらい。ね。いやー、おー、すごい。もう一瞬で切れるの。すごいな。わー、すごい。あ、いい香り、ごま油の。で、ちょっとお酒を蒸し焼きにします。チンゲン今回菜ののトおリひンたドしルにレなシりピまはす。いチンゲン菜のたおだきひたし。ます。いただきいただまけす。ます。おひたしにして食べたことありますか？ありますけど、こんな和食なおひたしは初めてですね。おお。おいしい。おいしい。あ、よかった。いただきすまごいシャキシャキだね。す。おいシしい。ャキシャキ。シャキシャキ。水分がたっぷり含まれてるからか、お料理してもシャキシャキは変わらそうでないすですね。ね。すごい。和食にでも合う。合います。例えばほうれん草とか、
小松菜とかとは全然違うんだなっていうのが、うん、ちなみにこの辺りでは、はい、あんまりこう雪が、はい、北海道の中でも降らないからこのチンゲン菜の、はい作るには、はい、とってもいいって聞いたんですけど、はい、それはそうなんですか？そうですね、うん、北海道だと冬に雪が降るので、うん、ハウスのビニールを取らないといけない、ハウスが潰れちゃうんですけど、伊達市では雪が少ないから、はい、ビニールを取らないでそのままハウスの中で冬もできるので、そういうこともありますね。あ、はい、じゃあ北海道の中でもここは育てやすくて、はい、たくさん作れるんですね、はい、北の湘南って言われてるみたいです。あ、そうなのそのぐらいあったかくて気候がいい。そうなんですね。へえ。いやでも本当に年に何回も作れるのも知らなかったです、はい、いいですね。そうですね。うーんパリッとシャキッと止まらないチンゲン菜ということで、もう本当にあんなにみずみずしいとは私も知らなくってびっくりしました。で本当にもうシャキッとしていて、生で食べてもそうでしたけど、料理してもそのみずみずしたしさとみずみずしさとシャキッと感は残っていて、なので本当にもうお箸が止まらなくなるぐらい美味しかったです。なんかチンゲン菜すごいうまくかけた気がしてめちゃくちゃ気づいたのが、自信があるとき周りにあまり何も書かないっていうのをこう目そうなんですそう、今回最初は目入れるつもりだったんですけど、あれこれなんかいい感じじゃないと思って、あえてこの自然なチンゲン菜のまんまの感じを残してみました。美味しかったですこの番組は作る人を幸せに、食べる人を笑顔に、北連の提供でお送りしました。